次はどれ行きます？じゃあ次はね、射撃場行きましょう。これ、ね、はい、どんな銃も試射できる射撃場。そうなんですよ。思いよかったね。これ見てみましょう。はい、どうぞ。これケンタッキーにあるんですけど、陸軍士官学校のあるウエストポイントのね、射撃場なんですけど、これもいきなりね、道路標識穴だらけですね。お前やね、そうです、ストップ言うてるやんけ。そう、撃ちまくってんですよ。でこの森になってるんですけど、山が、はい、の中に入ったら命の保証はしないっていう看板もあるんです。入ったお前が悪いと。そうそう、入ったお前が悪いと。自分で守ってくれと。そうそう、流れ玉飛んでくるから。で見てると本当に弾跳ねてるんですよ。だからどっから飛んでくるか分かんないですよ。でここはですね、普通のアメリカの射撃場って鉄砲パンパンとかそんな感じじゃないですか。ここはねマシンガンとか、これはだから命の保証しないよって書いてあるんですよ。何でも撃たしてくれ、何でも撃たしてくれ、何でも撃たしてくれ。そうそう、何でもいいよ。一発いくらみたいな値段なんですか？どうなんですか？そうですね、レンタルしてね。でもね、最初これもねアポなしで行ったら、したらもういきなりね、すごい親父がね、何しにやったんだよみたいな、お前の男じゃねえみたいな。そう、で中入ってすごいんですよ。これ機関銃ですよ。機関銃。機関銃撃たしてくれる。機関銃も撃たしてくれる。それでロボコップって映画あったじゃないですか。はいはいはい、あれでこう、あ、これ飛行機撃ち落とすマシンガンで、これ225ドルで2万円ぐらいで買えるのかな。ちょっとこれ持っててもしょうがない。まあね。ほら値段表見てますけどね。これね、安い。そう、220。これ買えばね、撃てるんですよ。でレンタルはでも限られてる。そう、あの赤いタッグのあるやつだね。そう、それだけ借りられるんで、マシンが撃つことはできるんだけど、買わなきゃなんなかったんでね、撃てなかったんですけど、はい、でこれとかドイツの機関銃ですね。これもそんなに高くなかったですね。みんな結構安いんですよ。まっちゃんがあんまり嬉しそうな顔するんで、はい、親父たちがだんだん軟化し始めた。そうそうそう、なるほど。そうこんな顔だよ、ハレーターできるのだよ。そう、私はお前の工藤じゃねえって感じだったんだけど、そうそうそう、こいつら好きそうだなって感じで、もういいお前これ持って持ってなんかお前ラップの好きなんだなって感じで、だんだんねウェルカムになってたんですけどね。いやバカですね。45過ぎた人間のやることかというね。そう、このおっさんはなんかね、そう、そう、お前ら気に入ったぜみたいな感じで次々と銃を出してくれるんですけど、持ってるものを見てもらって、そうなんです。これはね、買わなきゃなんてないんですね、マシンガンは。これ売ろうとしてたのか、俺らに。そのでしょ、でしょ、そうかい。これいくらぐらいするんですか、この最新式。この辺は10万円以上するんですけど、はい、これはね、すごい軽かったよね、これ、ね、プラスチックなの、うん、でもこの州ではこれ買って家で持ってても何の音がめもないんですか。この辺はそうですね、どんなでかいのもでも、どんなでかいのでも、どんなでかいのでも、どんなでかいのでも、このおじさんですよ。これは睨んでたの最初。そう、お前ら内心気やってんだよ。ちょっとバウンサーも書いてある感じですもんね。そう、バウンサー系だよね。でいきなりねマグナム買って行ってね、何言っちゃってんだみたいな。そうそうそう、お前らヘナチョコに売ってんのかよみたいなね感じだったんですけどね。そう、それでここでね44マグナムってあるじゃないですか。44マグナムよりでかい50マグナムって。そう、あれ赤いので、それ借りられるってあったんで、これも借りたんです。ダーティーハリーより大きいやつね。そうそう、色々あるやつ、一番でかい拳銃。はいはい、これも借りて50オートマグっていうの借りたんですけどね、何発撃つんだ。そうそう、俺たちなんか600発とかって、2発とおかしいんじゃねえか、2発って言ったらね、で2発のお前ら大丈夫かって言われて、で最初ね俺たちこうヘナチョコじゃないですか結構、今平山さんガタいいけど、ですごい銃ばっかり借りてったから、危ないと思って、心配でみんな見に来たんですね。なるほど、はいはい、使い方分かってるのかよみたいな感じでね、そう、これを撃つんです。これね乗っ腹になってて、撃ち放題なんですけど、そこで借りてんだけど人相手やな、やっぱり。そうそうそう、いやこれねカボチャとか好きなもの持ってって、そうそう、何でも置いていいみたいな、ね、そうでもそうなんですよ。だからこれ失敗したのも標的に人が書いてるっていうのがやっぱりね、家から嫌いなやつの写真持ってってあそこ貼ればよかったんですよ。なるほど、そうね、そうだね、ですよ。すいません、あ、これ当たったマグナム当たったね、今これ編集で繋いでるから当たってる、みんなワンカメで撮ってるからさ。おお、これカボチャ打ってるとこですね。どうですか、もうすごい最高ですよ、マグナム。うん、俺めちゃくちゃうまいみたいに見てる。これ平山さんですね、これ M16 ね、はい、これでも打ちまくってる時、平山さんあそこで、ああ、あれよかったね、ボーリングピンを打ちまくってどんどんね川に落とそうっつってね。でね、この日行った時は
もう終わってたんです。その1週間前に、あの打ちまくり祭りっていうのがあったんですね。いろんな祭りがアメリカにある。そう、あ、これショットガン打つとね、もうすごくなっちゃうんですけど、その時はね、あのミニガンっていうんだけども、よくシュワルツェネッガーの映画なんか出てくる重心がこう6つついててブーって回転しながら、ガトリングガンみたいなやつとか、あと火炎放射器とか、そういうの撃てるんですよ。1週間遅かったですね、撃った時。でその時標的もね、自動車とかで、そうガソリンとできるの、そうプロパンとかね、これは祭りっぽい。今まで一晩中打ちまくるやつ。そう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 、はい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 、それプロパンガスのボンベを置いといて、みんなで撃ってプロパンガスのボンベをドガーンって爆発するとか、そういうとこなんですよ、ここ。もっとやりたい、もうちょっと早きゃよかった。1週間後だったんで、破片はすごいそこら中にあるんです。そうそう、ここでやってるんですか。ここでやってるんです。あ、これは50オートマグですね。44じゃないですか、でかいやつね。そう、これがね、またこれそう引けないんだよね。ものすごいスプリングが強くて、引くだけでも大変なんですよ。で弾込めるだけでも大変なの。だからこれかなりジャムったよね、これね。ジャムったなんかね、やっぱ、うん、ジャムったこれね、反動が強すぎてしっかり持ってないと、うん、腕がこっちにいっちゃうじゃないですか、うん、そうすると思いっきり後ろに下がりきらないんで、弾集まっちゃうんですよ。これはね、全然使い物にならないならないね、全然。これ弾が入れられなくてね、苦労してる。これもうだからその威力も、威力はね、大体ね、中学生に思いっきりね、手を蹴られたような感じですよね。あ、打った時の手、打ってる側が思いっきり手をグーってやったのをコーンって蹴られたぐらいはあります。あ、そう、危ないな、はい、これ最初に引かなきゃなんないですか。引けないよ。引けなくて苦労して、ね、そう、このとか言って、ね、監視員のおじちゃんだって苦労してた、ね、そう、できなくて、うん、そう、完全にダメな中学生じゃないですか。ダメダメで、引けないよとか言ってる。そうそうそう、ほんと引けないんだよ。引けないんですよ。危ないよね。実弾入ってたよ。超怖いのよ。足薄、足これでもし出ちゃったら片手じゃ持てないから、拳銃本体がカメラに向かって飛んでくるんだよ。はい、そうです、うん、これ打ちますね、50億万。なんだこれはっつって、これ平山さん打ってきますけど、はい、すごかったですね。そうで抹茶打った時に薬莢が俺のとこ来たから、あ、パッて取ったらね、うん、ものすごい熱いね。熱いよね。びっくりしてね、大喜びしてるんですけど、筋トレになるね。隣ですごい人がいたんですよ。そうちっちゃい、今映ってる彼でしょ。あれ怪物じゃん、ほら。そうそうそう、ね、そうそう、うん、そうそう、 あそこの後ろに映ってる子供みたいな、まあ、背の高さの男の子なんだけど、隣にある陸軍士官学校の生徒なんですよ。あ、これいきなりすごいライフル出して撃つんですけど、これがすごいんだ。これがすごいよ。あ、平山さんびっくりしてる。なんだよあいつって、戦争かよこれって言ってんだよ。すごいんだよこれ。うわ、すごいな。すごいじゃないですか。で今ね、多分ね、音がね、振り切っちゃって聞こえないと思うんだけど、うんうん、この打った瞬間に彼の中心にしたね、周囲の埃が円形に散るんだよね。はい、そう、反転波、衝撃波で。そう、念力みたいに、はいはい、ブーンって。音速を超える衝撃波くんですよ。ボーンって。でかいな。でかいんですよ。でこれ対物ライフルなんで、そう、そのレンガとか壁の向こうにいる人間を撃ち抜けるんだ。コンクリートの壁の向こう側にいる人です。なるほど。装甲のあちら側をやっつける。そうそう。だから戦車とか装甲車を撃つやつなんですよ。ああ。でこれはその何、スナイパー用ライフルみたいにすると、はい、音速で飛んでくるからね。そう、音速軽はるかに突破したスピードで、ね、だから音が聞こえないで、うん、音のしないのに人間が破裂するんですよ。なるほど。でその後に1秒ぐらいしてから向こうのはるか彼方でポフみたいな。そうそうそう、ね、1キロぐらい先を打つんですよ。そうでこれをね、打たせてくれることおっしゃね、打たせてもらったの。そう打たせてもらったんですよ、この対戦車ライフル。もう警備員のおじさんがすぐそばでこうやって見て、なんか大きいんじゃないかっつってさ、大事故起きるんじゃないか、絶対これは大変だっつって見てたんだよね。これだって飛行機とかを貫通しちゃうようなやつなんで、いきなり僕撃つんですけどね。はい、これはすごい。すごいね。これね、今後ろだから分かんなかったと思うんですよ。真横にいたら首がね、くの字になっちゃったんですよ。ドワーンとかで、あれ面白かったな。そうで、あの親父も大笑いで、大笑いでね、拍手してるじゃん。そうとんでもない、ね、これ打って、その後ね、こう肩をこう投げてみたら、こう跡がついてるんですよ。蹴られて内出血してるんですよね。スマホにそうそうそうついてね。すごいんですけどね。
でもあんちゃんいい人だったね。あんちゃんいい人だったこれね。そういい人じゃなかったら怖いわ。いい人だった結構しててさ、これはでもこのあんちゃんは軍のやつだから、軍のやつを軍で練習しに来てた、うん、そう僕そう思ったんですよ、うん、でそしたらいや趣味だっつって、あのじゃあこんな弾丸が趣味で打ってんすよ、うん、こいつ、そうそう、あんなあったで何のために持ってんのって、要するに兵隊さんだから使うんで持ってんのって、いやこれ趣味で、え趣味で持ってんの、じゃあ普段どうしてんの、車入れて運んで撃ったりしてるちょっと待ってよ、だってこれこの銃一丁でテロ起こせるんだもん、うん、そうですよ ね、はい、だって飛行場の近くかなんかに行っていきなり飛行機バンバン撃ち落としたりできるわけだから、ね、ですよ、ね、いやあんま安いんだよね、15万円なんですよあれが。ただね、打ちまくってたから、はい、あの最初射撃の親父とかなんだよ場違いのやつだ来やがったなって感じで冷たかったのに、最後は ね、そうまた来いよさお前らそんな好きな法律変えろよ日本のって言ってたら、ええなそう結構変えろお前ら、あのあのちょっといいですか、はい、あのお二方アメリカで日本のイメージを変えるのやめてもらっていいですかお前、ね、楽しそうですけれども倉本ピエールも驚くアメリカの真実、来週も引き続き町山平山のアメリカ南部ツアーの秘蔵動画を思わん視聴者だけにお見せします。そんなことして、そうそうそう、あの、ね、個室ビデオでっかいのができたからキリスト教徒の人たち怒って腹立つわけ、個室ビデオできた後に十字架立てたんや、そうそうそう、その隣の土地を買ってそういうことだよね、十字架立てたわけよ、そう